ニです。今日は川崎駅まで来てます。改札を出てラゾーナの方に向かいたいと思います。ラゾーナの方には行かないんですけど、ミューザ川崎の方に向かいたいと思います。川崎駅直結のコンサートができるホールになってるようです。こんな場所にラーメン屋さんがあるのかなと思ったんですけど、40番地というグルメ横丁の中にあるそうです。あ、こちらですね、ありました。今1階に降りてきたんですけど、建物の外に出るようですね。40番地横丁に来ました。あ、お店が見つかりました。空いててよかったです。トマト&味噌ヌードルケージに到着しました。口コミが高くって前から気になってたんですけど、やっと来ることができました。それでは入店したいと思います。食券機はなくって、店主さんが一人で切り盛りしてるようです。ランチタイムはセルフサービスですが、サラダとドリンクがつくそうです。オーダー用紙に丸をして注文したいと思います。辛さも1から5から選べるので丸をします。私は辛さ0にしました。ドリンクは1杯までサービスで、ホットコーヒーやアイスコーヒー、緑茶、ウーロン茶、オレンジジュースまでありました。ドレッシングが2種類あったんですけど、今日はごまのドレッシングにしてみました。ちょっとしたサービスが嬉しいですね。濃厚エビヌードル1080円です。一見イタリアンっぽいですね。メレンゲが乗っかっていて美味しそうです。可愛い小鉢が3つもついてます。スープはどんな感じでしょうか。すでにエビの香りがふわっとします。スープをいただきたいと思います。ドロッと濃厚なエビのスープでめちゃくちゃ美味しいです。スープだけでも贅沢な感じがします。旨味だけが凝縮されていて、臭みなどは全然ないんです。何か秘訣があるんでしょうね。高級そうなプチトマトが入ってました。スープといただきます。エビとトマト合いますね。今日は手もみの平打ち麺を注文しました。麺をいただきたいと思います。麺は太めなんですけど、スープが全然負けてなくって美味しいです。次は全粒粉が入っている細麺の麺を注文してみたいですね。手打ちだけあってもちもちしてすごく美味しいです。エビも入ってました。エビ好きにはたまらないです。エビをいただきたいと思います。もちろんプルンとしてます。こちらの小鉢はサービス品なんでしょうか。口コミによると、その日によってこちらの小鉢は変わるようなんですね。フレンチドレッシングがかかっていておしゃれな味がします。お豆腐がありました。まさかラーメン屋さんでお豆腐を食べることになるとは思わなかったです。三枚酢のようなタレで美味しいです。
こちらはデザートに見えたんですけど、食べてみると中にマッシュポテトが入っていてめちゃくちゃ凝ってます。これがすごく美味しかったんです。ごちそうさまでした。食後にドリンクのサービスをいただきました。こちらのコーヒーマシンが本格的なマシンで、コーヒーが出来上がるまで2分ぐらいかかりました。常連のお客さんたちは最後に石焼きリゾットをつけていて、プラス290円でその石焼きリゾットが食べれたんですけど、麺の量がそこまで多くないので、石焼きリゾットと一緒に食べてもいいかもしれませんね。コーヒーもほろ苦くって美味しかったです。